お目様方、なじにしてらっしゃいました。ゆいシュガーです。今日は、V ロイドをユニティで動かして、別のキャラクターを捕まえるプログラムの、作り方を紹介してと思いますてば。今回の例では、クマのキャラクターを捕まえる、プログラムにしてあります。素手でクマとやり合うなんて、ウィリー・ウィリアムスかハンマ・ユージロを見てらろも、他に描きやすいキャラクターがなかったすけ、そこは勘弁してくんなせ。今回使った環境はこんな感じで、概要欄に入手先がかかってます。また、今回使うソースコードは、ゆいシュガーの GitHub レポジトリに格納してあります。これも概要欄に入手先がかかってます。まず、今回のプログラムを作成する前提をお話しします。プログラムは、このシリーズの第1回目。V ロイドをユニティで動かすよ01走り飛ぶまで作成してください。次にこのシリーズの第3回目 V ロイドをユニティで動かすよ03座る話す立つ前編を参考に直立状態から捕まえるまでのモーションを作成してください。今回このモーションはホールド 01.fbx としてエクスポートしてあります。また捕まえる対象のクマのキャラクターをブレンダーで作成し、これも fbx 形式でエクスポートしてください。今回このキャラクターはベア 01.fbx としてエクスポートしてあります。そうでは始めます。作業の流れはこんな感じです。まずはアバター0101のカプセルコライダーの変更です。初期値の半径では大きすぎて近づいただけで衝突判定されてしまうので、ラジウスを 0.5 から 0.2 に変更します。次にカメラを V ロイドの後ろ側から表示するように位置修正をします。メインカメラを選択しトランスフォームでポジション X0Y1Z-2 としローテーション X0Y0Z0 とします。次に地面の拡大を行います。プレーンを選択し、トランスフォームで、スケール X10Y1Z10 として、縦横10倍の広さにします。また、プレーンマテリアルを選択し、タイリングも X100Y100 として、縦横10倍の個数にします。ここまで設定したら、中央上側の再生ボタンをクリックし、ゲームタブで動作を確認します。次は、捕まえるモーションの設定です。プロジェクトタブのアセッツを右クリックし、クリエイトフォルダーを選択します。名前は、ホールドアニメーションとします。ホールドアニメーションフォルダを右クリックし、インポートニューアセッツを選択します。インポートニューアセッツウィンドウで、あらかじめ作成しておいたホールド 01.fbx を選択し、インポートボタンをクリックします。これを V ロイドのコントローラーに指定している。サードパーソンアニメーターコントローラーに組み込みます。アセッツスタンダードアセッツキャラクターズ
サードパーソンキャラクターアニメーター、サードパーソンアニメーターコントローラーをダブルクリックし、アニメータータブを開きます。アニメータータブにホールドアニメーションホールド01をドラッグ&ドロップします。インスペクタータブでスケルトンスケルトンアクションをホールドにリネームします。パラメータズタブの足す印をクリックし、トリガーを選択し、ホールドとリリースというトリガーを作成します。アニメータータブのグランレットを右クリックし、メイクトランジションでホールドまでの遷移を作成します。またホールドを右クリックし、メイクトランジションでグランレットまでの遷移を作成します。グランレットからホールドへの遷移を選択し、コンディションズ以下の出す印をクリックし、ホールドを選択します。またホールドからグランレットへの遷移を選択し、コンディションズ以下の出す印をクリックし、リリースを選択します。次にサードパーソンキャラクターのスクリプトファイルの修正を行います。 GitHub レポジトリからダウンロードしておいたアセッツスタンダードアセッツキャラクターズサードパーソンキャラクタースクリプツ以下の3つのファイル、 AI キャラクターコントロール CS、 サードパーソンキャラクター CS、サードパーソンユーザーコントロール CS を使ってプログラムのアセッツフォルダのファイルを上書きします。 GitHub 上のスクリプトファイルには直立状態グランレットで H キーを押した場合に、捕まえた状態ホールドにするトリガーホールドを発生させ、捕まえた状態ホールドで H キーを押した場合に、直立状態グランレットに戻すトリガーリリースを発生させる修正がされています。興味のある書は差分を見てみてくんなせ。モーションホールド01のインポート後の設定を行います。ホールドアニメーションホールド01をクリックし、インスペクタータブでリグを選択し、アニメーションタイプをヒューマノイドにします。またアニメーションでモーションのルートモーションノードをナンからルートトランスフォームにします。ここまで行ったら、中央上側の再生ボタンをクリックし、動作を確認します。直立状態で H キーを押すと捕まえる姿勢になり、捕まえる姿勢で H キーを押すと直立状態になります。また走ったり飛んだりもできることを確認します。次はクマのキャラクターのインポートと設定です。プロジェクトタブでアセッツを右クリックし、クリエイトフォルダーを選択します。名前はリソーシーズとします。リソーシーズフォルダーを右クリックし、インポートニューアセッツを選択します。インポートニューアセッツウィンドウであらかじめ作成しておいた bear01.fbx を選択して、インポートボタンをクリックします。 bear01 をクリックし、インスペクタータブでリグを選択し、アニメーションタイプをヒューマノイドにします。次に bear01 をヒエラルキータブのサンプルシーン以下にドラッグ&ドロップします。
V ロイドと位置が重なっているので、インスペクタータブでトランスフォームのポジションで X0Y0Z5 とし、ローテーションで X0Y180Z0 とします。また衝突判定などを行わせるため、アッドコンポーネントボタンをクリックし、サードパーソンユーザーコントロールを追加します。サードパーソンユーザーコントロールスクリプトはチェックボックスを無効にしておきます。カプセルコライダーでセンターを X0Y1Z0 とし、ラジウスを 0.2 とし、ハイトを2とします。この値はお目様型のキャラクターの大きさに合わせてくんなせ。設定が終わったら、中央上側の再生ボタンをクリックし、クマのキャラクターとの衝突ができて、キャラクターを押して動かせることを確認します。次にクマのキャラクターのマテリアル設定がうまくインポートできていないためか、単色になってしまっているのを修正します。アセッツフォルダを右クリックし、クリエイトフォルダを選択します。フォルダ名はベアマテリアルとします。ベアマテリアルフォルダを右クリックし、クリエイトマテリアルを選択します。ブラックマテリアル、ブラウンマテリアル、ホワイトマテリアルの3つを作成します。メインマップスのアルベドをクリックし、色を選択します。ブラウンマテリアル、ホワイトマテリアルについては発色を鮮やかにするためにエミッションのチェックボックスを有効にして、HDR の色も同様に選びます。マテリアル作成が終わったら、ヒエラルキータブのベア01を開いて、各パーツのメッシュ、レンダー、マテリアルズ、エレメント0の右側の丸印をクリックし、セレクトマテリアルウィンドウで、先ほど作成したマテリアルを設定します。設定が終わったら、中央上側の再生ボタンをクリックし、クマのキャラクターに色がついていることを確認します。次に捕まえた際の動作の設定を行います。プロジェクトタブでアセッツフォルダを右クリックし、クリエイトフォルダを選択します。フォルダ名はスクリプツとします。スクリプツフォルダを右クリックし、クリエイト C# スクリプトを選択します。ファイル名はコリジョンハンドラール CS とします。GitHub レポジトリからダウンロードしておいたアセッツスクリプツコリションハンドラール CS で上書きます。このファイルには V ロイドとクマのキャラクターの距離が 0.5 未満になっていて、かつ V ロイドの状態がホールドになって1200ステップ経過したらクマが消えて別の場所に現れるという処理が書かれています。これで次々とクマを捕まえるゲームのようなものができます。これをクマのキャラクターベア01に設定します。ヒエラルキータブベア01を選択し、アッドコンポーネントでコリションハンドラールを選択します。ここまで設定したら、中央上側の再生ボタンをクリックして動作を確認します。
クマに十分近づいた上で H キーを押して捕まえて、1200ステップ待つとクマが消えて別の場所に現れます。別の場所まで追いかけて再度捕まえることができます。左に書いたようなことをしてクマのキャラクターを捕まえるゲームのようなものができました。あとは捕まえるキャラクターの数を増やしたり、キャラクターが逃げ回ったり、得点を表示したり、残り時間設定をしたりするとよりゲームっぽくなると思います。もう少し面白いのができるようになったらまた動画にしてと思います。そうではよろっと終わりにしようかなと思います。面白いなと思ったら高評価とチャンネル登録してね。コメントもよろしくね。まーずまーず、お目様方も元気でね。